これより後半戦に入ります。関西学院キックオフ、キッカー63番、88番、坂井優斗選手3名追加となっております。さあ後半始まりまして、関西学院のキックから再開、立命館リターン、立命館リターン、おっとこれはリターナー15番未終点を突破し、自陣30ヤード付近でボールデッド。2年生のリターン、さあ立命館森山としては、なんとかですね前半リードを許してしまっておりますので、後半なんとか切り替えて、立命館自陣32ヤードからファースト安定、自陣32ヤードからのファースト安定、さあここでトリプルの体形ですが、大外マックルランプレー、21番、キャリア21番、ハンドオフから左オープン、山田春樹選手約4ヤードのゲイン、狙いまして4ヤードゲイン、立命館自陣36ヤードからセカンドダウン6、さあ立命館セカンドダウン6、なんとか後半一気に取り戻せるかといったところですが、さあここでパス狙い、パス成功、パス成功、ターゲット88番、約4ヤードゲイン、さあサードダウン2、後半になりまして立命館森山中学校リズムを取り戻したら、相手陣40ヤードからサードダウン2、後半のファーストドライブ、とここで立命館森山のタイトな体型でのバンチ、これを狙ってトスしました、ナニマック21番ハンドオフから右オープン展開、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。イエロー、これはホールディングの反則でしょうか、オフェンスの反則です、ホールディング、相手選手を捕まえておりました、反則発生地点から10ヤード渡りとなり、サードダウンやり直しとなります。取りましたね、はい、しっかり取りまして、10ヤード、抜体しまして、サードダウンの継続となります。立命館自陣28ヤードからサードダウン14、ぜひですねこのパーンを締め込みたいところ、パス不成功、クォーターバック18番5番へのパス、しかし5番にパスが通らずフォースダウンとなります。フォースダウン14となっております。立命館フォースダウン14、立命館森山パントフォーメーションを選択します。パントを選択、パンター88番、関西学院陣48ヤードでボールデッド、攻守交代です。敵陣まで戻すことに成功しております。攻守交代いたしまして、関西学院中学部、自陣48ヤード付近よりファースト安定、関西学院自陣48ヤードからファースト安定、関西学院もまたもやバンチの体型ですね、奥に3人ピラミッドのような形で作っております。中央へのランプレー、キャリア1番、ゲインは約2ヤード、キャップ自ら持ち込みましたが、2ヤードほどにとどまっております。関西学院セカンドダウン8、ボールオンハーフへ、
ボールを50ヤード世界選手権中アップのショットガンの体型。さあパスを試みる。おっとパス成功ファースター。パス成功8番クォーターバック12番ワイドレシーバー8番にパスを通しファースター獲得です。関西学院ファーストダウン点、ボールオン相手陣25ヤード。ファーストダウン点の攻撃。立命館盛り上がってしちゃこれ以上得点を与えられない状況です。これをトスして外を待って。ランニングバック1番トスを受け右オープンへのスイープレー。しかしこれは立命館アジャストしており約1ヤードロス。関西学院相手陣26ヤードからセカンドダウン11。関西学院中枠部、敵陣26ヤードからのセカンドダウン11。さあショットガンの関係からパスを狙う。また前29番竹本選手パス成功タッチダウン。クォーターバック12番ワイドレシーバー25番へのロングパス。これを29番へのパス。29番これをキャッチタッチダウン。関西学院6点獲得。さあトライフォーポイント。本日このトライフォーのキックは今のところ関西学院トライフォーポイントですが、キッカー63番。さあ63番中選手のキック。キック成功1点追加。1点追加となっております。関西学院中学部27点、立命館森山中学0点。関西学院中学部森山0点となっております。第3クォーター、始まりまして残り6分14秒。そうですね、もしかするとコーナーバックが狙われ続けてるのかなと。先ほどからこの竹本選手の程度のパスですね。先ほど得点を挙げた関西学院のキックオフで試合再開です。キッカー63番。さあキッカー63番中選手のキックで再開。おっとこれはアウトオブバーンズ。このキックは外へ出てアウトオブバーンズ、バイオレーションの反則です。リターンチーム立命館はボールが出たところから5ヤード前進の攻撃か、5ヤード下がっての蹴り直しか、自陣35ヤードからの攻撃を選びます。なりましたので蹴り直しもしくは、オフェンスとなりますが、立命館自陣35ヤードからの攻撃を選択します。失礼、自陣35ヤードで選択します。自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。立命館自陣30ヤード35ヤードからファーストダウン点。なりました。第1クォーターと同様にですね、黒アイの体型に戻しております。さあ外を待ってる。ランニングバック21番ハンドオフから左オープンへカットバック。しかしこれもアジャストされ原因はほとんどなし。集まり早く約1ヤードロスするような形になっています。立命館自陣34ヤードからセカンドダウン11。34ヤードからセカンドダウン11。時間帯的にはここで確実に
ておきたいところですが、パス不成功、パス不成功となって、クォーターバック18番ワイドレシーバー3番のパスでしたが、3番これをマフ、キャッチできず、サーダウンと変わります。あ、失礼いたしました。立命館、3番フライ選手ですねへの、パスを試みましたが、不成功。立命館自陣34ヤードからサーダウン11。パスを試みる、パス不成功、パス不成功、クォーターバック18番16番へのパス、16番キャッチ仕掛けましたがマフしてる間にカットされパス不成功です。フォースダウンと変わります。加瀬学院中学の25番の東高選手のパスカットによりパス失敗となっております。フォースダウン11、立命館フォースダウン11、パントフォーメーションを選択、パンター88番パントを選択しております。88番、パントキック、おっと少し短いか、このパントは自陣45ヤード付近でボールデッド、45ヤード付近でのボールデッド、ここでレフリータイムアウト、ウォーターブレイクとなっております。ここでウォーターブレイクです。こちらヤグラからですねライブ配信させていただいておりまして、まあ、少しずつ風も出てきて、まあ、何もしない分にはですね非常に寒い、環境下にはあるんですけども、やはり学生さん、実際にプレーをしている選手はですねフェイスシールドをつけております。熱がこもるのでしっかりウォーターブレイクを取られております。大学の方はこれがあるのでちょっと練習はできないのかなというところです。加瀬学院ファーストダウン点、ボールオン相手陣45ヤード、ファーストダウン点中央へのランプレー、キャリア7番、しかしこれはアジャストされ1ヤードロス、1ヤードロスしております。キャリアは7番、シュクラ選手2年生でした。加瀬学院相手陣46ヤードからセカンドダウン11、相手陣47ヤード付近、敵陣47ヤード付近からセカンドダウン11、ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア7番、ゲインは約2ヤード、ゲイン2ヤードほどしてサードダウン9となったんです。立命館森山としてはここは確実にシャットアウトしたい点。関西学院サードダウン9、ボールオン相手陣44ヤード、サードダウン9、ショットガンフォーメーションは変えてきません。関西学院さあパス QB サーク、これはナイスタッチ、クォーターバック3番パスを投じようとしましたが、これを立命館66番が QB サーク、立命館66番ナイスタッチでした。本日の試合は本当に両チームともにディフェンスラッシュが非常に目立つ。関西学院フォースダウン、パントフォーメーションを選択、フォースダウン21でここはパントを選択、
少し戻ったが抑えました。このバントは立命館人30ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。立命館森山、立命館森山中学校は、自陣33ヤード付近からの攻撃。立命館ファーストダウン10、ボールオン自陣33ヤード。なんとかこのドライブ、この攻撃で一瞬向けたいところですが、スクリーンのパス、これは2ヤードほどゲイン。ワイドレシーバー16番ヒッチパスをキャッチアンドラン、約2ヤードのゲイン。ハワイ選手のヒッチのパスでした。立命館セカンドダウン8、ボールオン自陣35ヤード。パスを試みる、パス不成功、パス不成功。クォーターバック18番16番へのパス、しかしパスはショート、サードダウンに変わります。さあサードダウン8、立命館サーダウン8、しっかりと8ヤード更新できるかといったところです。パス不成功、早くパス不成功、三度クォーター、ターゲット16枚のパス、しかしオーバースロー、フォースダウンに変わります。中学院中学部65番林選手のラッシュが非常に速かったです。2年生ですが179センチ、83キロと非常に中学生離れした体格をお持ちですね。立命館フォースダウン8、パントフォーメーション、パンター88番、パントフォーメーション、ここでパントフェイクラン、しかしこれはアジャストされ大きく交代、攻守交代です。大きくロスしてしまいました。少し交代いたしまして、関西学院中学部、敵陣26ヤード付近よりファーストダウン10の攻撃。関西学院相手陣26ヤードからファーストダウン10。これで相手陣26ヤード付近、非常に有利な、場所からの攻撃ができます。クォーターバック3番、トスフェイクから左オープンへのネイキッド、変わっております。しかし約2ヤードのロス。12番長澤選手、が2年生が務めておりましたが、変わりまして3番片坂井選手がクォーターバックに入っております。関西学院相手陣28ヤードからセカンドダウン12。さあセカンドダウン12、これは、トス、大きくまくろうとしましたが、立命館森山、トスから右を越えのランプレー、キャリア25番、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。関西学院10ヤードのバッタイし、セカンドダウンやり直しです。セカンドダウンの攻撃を継続する形。しかしこの反則を立命館取りません。ダウンを進めサーダウンと変わります。この反則リクライン、拒否しましたのでサードダウンとなります。関西学院相手陣30ヤードからサーダウン14。
ナーサードダウン14。さあパスを試みるマトモヤ。おっとこれはパス不成功。クォーターバック3番ターゲット11番へのロングパス。しかしこのパスは立命館5番がカバーしており、パス不成功です。フォースダウンと変わります。観戦ありがとうございます。最大で500名の方に、今ライブ配信見ていただいております。ぜひですね各チームへの応援コメントいただければと思います。関西学院フォースダウン14、パントフォーメーションを選択。パンター63番、パンターは63番、中選手。さあこれはおっと抑えれたか。このパント立命館陣1ヤードでボールデッド。この地点での攻守交代です。立命館、敵陣1ヤード付近で関西学院中学部がしっかり抑えました。立命館森山は自陣1ヤードから非常に厳しい状況での攻撃となります。立命館自陣1ヤードからファーストダウン点。本日関西学院中学部のディフェンスのラッシュが非常にいいので、ここでの攻撃っていうのは非常に怖い展開ですが、パス不成功。となっています。クォーターバック18番、ワイドレシーバー5番へのパスでしたがパス不成功です。セカンドダウンに変わります。さあセカンドダウン10。立命館セカンドダウン10、ボールオン自陣1ヤード。セカンドダウン10、自陣1ヤードからの攻撃。パス成功。ターゲット5番、しかしゲインは1ヤード。ここで前半の、ここで第3クォーターの時間がかかりました。第3クォーターを終わりまして、関西学院中学部27点、立命館森山中学0点、攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。第3クォーターを終わりまして関西学